昨日ね、配信外でさ、ちょっと、この辺見て回ろうと思ったら、ここに人がいてさ、で、話したら、なんかもうなんか、もうなんかテープレコーダーとかしてるんだけど、なんか地下？オートの地下の方に行ったら、なんかまたちょっと違うよ、みたいなことをさ、言われて。まあ、なんか、おそらくだけど、このまま、この辺攻略していくと、なんつうの、通常エンドっつうかさ、普通のエンディングで、オートの地下行ったらなんかまたあれなんじゃない？闇の王エンドみたいなさ、なんかそういう感じになるんじゃないかと思って、たまにはなんかそういうのもいいんじゃないのかなと思ってさ、地下の方クリア、地下の方からちょっと攻略してみようかなっていうふうに今回は思ってて、で、あと、もう一個、自分で配信見てて思ったんだけど、どこだったっけ？あ、これだ。なんか地下世界みたいなのあったじゃん。あれも、なんか行ける箇所あったんだよな。もう一箇所。まあ、ガーゴイルの方はわかんないけど、あっちがもしかしたら先があるのかもしんないし、行き止まりなのか、ちょっと、あそこはガーゴイルが倒せないから、なんとも言えないんだけど、じゃなくて、火つけて、角銃。なんて読むの、あれ。あれをさ、倒した先に、行けそうなとこ、あったよね。多分さ、こっちほら、ちょっと見えてるじゃん。これこっち行けんじゃねえかと思うんだよね。ここの、これを、なんとかしたら。で、ちょっとそれだけやってみようかなと思って。どんぐらいつけたかな？多分全部はつけてないんだよな、まだ。ここは、行き来がめんどくせえんだよな。だからもう一回行ったら用事を済ませないと。めんどくさくて、しょうがない。ああ、この下だよね。なんか行く途中につけたりなんだりして結構つけたから、あともうちょっとつければなんとかなんじゃねえのっていう気すんだけどね。何箇所つければいいっていうのが分かんねえのがめんどくせえよな。書いとけよ。あと何個。全部で5つつければ蘇りますとか、ちゃんと書いておいてほしい。邪魔！ 行っちゃえ！やんのか、こら。やんのか、これ。やんのか、こらって、俺、なんかの配信でも言ってたのに、やんのか、こらっていう、喧嘩の売り方、よくわかんないよ。っていうことを、なんかの配信でも言ってた。なんだよ、やんのか、こら。何をだよ、っていう。結構つけたと思うんだけども、まだあんのかい。こう進めんじゃねえのかなって思うんだよね。あれもかな？邪魔！ 鹿が邪魔。あんの？マジ？めっちゃ多いな。うわー、なんだ俺。タコの化け物。タコの化け物。タコの化け物といえばさ、たこ焼き食べたい。たこ焼きたまに食べたくなるんだよな。たこ焼きってさ、なんだろうな。たこ焼き自体は別になんていうか、マクロ的にそんな悪くないんだよな。あれ、タコ入ってるし、まあ炭水化物だし。まあ作り方によるけど、めちゃくちゃ、
油で焼くわけじゃないか、あのあれよ、銀だこみたいな話になんないけど、まあ普通のたこ焼き屋だったらそんなにものすごい油で焼くわけじゃないからって考えると結構いいんだよたこ焼きって。ただね、あれマヨネーズつけたくなるじゃん。お好み焼きもそうなんだけどさ、お好み焼きとかもしばらく食ってねえけど、どうしてもねマヨネーズがね、マヨネーズというこの世すべての悪がこの世すべての悪が。おお、なんだなんだ、なんか行ける場所あるぞ。カニ玉美味しいけどね。こないだシーフラーかわ、ここ来たっけ。え、あ、ショトカだこれ。ってことは、わ、暗出たよハンデ。かがり火、とりあえずかがり火ねえかな。とりあえずかがり火があってほしい。先にあっちを終わらせちゃいたいんだよな。お、どこ行くのこれ、ショトカか。いや、なんか場所的にそういう感じでもないな。おお、下から来るのかい。これもっと下に行くってことじゃ。もっと下に行くらしい。なんだそれ。もう、上下。なんでもありだな。地図が平面だと思うなよ。まんじゅう、どこここ、明らかになんかいるよ。なんか住人がいっぱいいる。隕石4、あんまり質の良くないコンビニのまんじゅうが置いてあるな、こんな奥のところに。もうねえぜ。何もないところへ行こうとして。よし。また下か。どんだけ長いエレベーターなんで。え？レバー、あれ？レバー引っ張ってるね。わかんねえ。いや、知らねえ。知らねえっていうことだってわかんねえし、本当に。
向こう行けんの。いやー、暗いな、しかし。こんだけ暗いとさ、この先が崖とかになっても気づかないよね。スズランめっちゃ落ちてるな。ヘルバ。夜ずるのヘルバ。あ？罪人とか。溶けたキノコ。なんだそれ。腐ってるだけだろ。それ食えねえよ。さっきのところに戻んのか。全然わからん。ああそうだ、これさっきのところだ。ひどした。最初のところか。あ、そうだね、最初のところのほんと真下だな。もういいや、ちょっととりあえず、どうしよう。ああ、いいか。ここから、また回ればいいか。とりあえず、あっちをなんとかしていいんだ。そんなことより。そんなことも大事なんだけど。もう、マップが広すぎてさ、これ、別に埋まなくていいから、もうちょっとマップ狭くしてさ、ぎゅっと詰めた方が良かったんじゃねえの。という難癖。あんまりなんかね、ガバーッと広がってるの得意じゃねえんだよな、俺。わけわかんなくなっちゃうから。これで終わりじゃない？まだあんのかよ。どこだよ。どんだけだよ。めんどくせえな。どこだよ。どこにあんの？アルテリアの逆さ高のヒーターシール。どこだ？あ、までが範囲なのかわかんねえんだよな。なんか広い範囲にわたって配置されてるよ。こっち行ったよな、さっき。あ？もう見たよな。あそこにも一個あるんだよな。何もつけてあるけど。だからどこまでがあれが存在する範囲なのか。めっちゃ広範囲とかだったら知らんぞ。でもせいぜいここぐらいまでだと思うんだけどね。この国では相変わらず片足スクワットが流行ってる。それ意味ねえ。その運動意味ねえよ。そして雑にかがり火が配置されてる。か
かなりにもかがり火でさ、これあの地図で見たときになんか上下のあれがないからさ、近いと思ったら全然違うところに行ったりとかして、あんまり大量に配置されると分かりづらいよ。なんくせいつも以上になんくせが多い。あ、どこにあるんだよ。もうさ、何箇所とか書いといてくれよ。どうしてこんなめんどくさいことさせるんだい。だって結局のところさ、もう馬で逃げ切れちゃうからさ、誰もこんなのまともに探さないよ。お、あ、こうやっていくのか。別に倒さなくていいのか、あれ。あ、そう。あっぷね。もうこれやだわ。いやいや、これスーパーマリオ要素、おお、なんもねえし、なんもねえじゃん。いけねえ、いけねえぞ。この先、この先に行きたいんですけど。あ、なんか人いる、なんか人、どうしようこれ。あ、逃げれるわ。ってことはやっぱりあれなんじゃねえの、角銃をなんとかしないとダメなんじゃねえの。なんて読むんだよ、振り仮名振っとけよ。もうしれっと戦えるように出せたりしないわ。ありえるよね。でもなんかアップデートでいろいろなんか親切になったみたいなこと言ってたから、それまでは NPC の名前も表示されないし、親切な仕様じゃなかったみたいなことを言われた。あ、なんか下も行ける。行けるけど、やばい、気止まりだな。角の弓。あ？あれだよ。片足スクワット部隊が俺に喧嘩を売ってくる。この国には相当間違った運動の方法が伝わってる。片足スクワットという。あー、ダメだ、死んでるな。これをなんか蘇らせないとダメなんだよな、あの火をつけて。これを倒したら先に進めるんじゃねえの、そういうことなんじゃないの。違うの。それをやるためには、なんか石像に、石像というか石柱に火をつけたら蘇るっていう、なんだかよくわからないシステムになってるから。ここにあんだよ、わかんねえよ。もう下行こうじゃん、めんどくせえ。下から見るわ、もう それだったら。こんなもん、こんなもん探しててもつまんない。つまらんが。ああ、来てんじゃん、エレベーター。さっき来てなかったよな、どう考えても。外側でしょこれ多分。真下ってことは入り口あたりに行く外側でしょ。ここはそれだけのところなのかな。
長い。そこはもう、ムービーで区切ってくれ。この時間めっちゃ無駄だわ。この時間にいろんなことできるわ。今の時間で腕立て30回くらいできるだろ。ビームブレイク？こんなとこに出てくるの？あ、そう。何に使うのこれ。ここにあるのはいいけどさ。また、この長いエレベーターを下らなきゃいけねえのか。これ、下、行けるようになんないよ、これ。あ、これだ地下表示って書いてたわ、下に。そういうことか。なるほどね。そうだな、そうと言ってくださいよ。何かコントローラー効かなくなってるし。たまにね、コントローラー効かなくなるんだよね。どういうわけだか。あ？これが、ボス戦の最中とかに起こったら、マジで、切れるな。もう、こっから、こっからが長い。下はじゃあ本当にこれだけか。ショトガがありますよっていうだけの世界観なのかな。向こう側にどうやって行くかだよな。それかもう全然違う行き方かだよね。この辺からなんかウィーンって下に降りていくところが。っていうわけでもないよな、多分。どっちかっていうと逆パターンだよね。下から上に行くショートカットがあるって考えた方が健全だよな。今までの流れから考えると。ヘルバ。ヘルバめっちゃあるな。引き返せ。もうなんもないからな、実際問題。じゃあ本当にここってそれだけか。ショートカットがあるっていうだけの存在か。ちょ、なんもねえしょ。めっちゃ。なんかある。あの黄金ムカデってなんか重量っていうか貴重品だったりするのかな。いや、そうでもないだろう。コンビニのまんじゅう。めっちゃ。コンビニの饅頭も美味しいけどね。なんていうか、値段から考えると相当うまいと思う。難しいんだよな、もう和菓子ってさ、値段の差がつけづらい食べ物なんだよな、思う。だから難しいよね。だって町のさ、結構老舗の和菓子屋さんあってさ、行ったんだけど、めっちゃ安いんだよね。めっちゃ安いんだけど、やっぱ美味しいんだよ。その、やっぱコンビニとかに比べると、出来立ての具合も違うしさ。餅がやっぱりしっかりしてんだよな。固めで。やっぱ上行くだけだよな、これ。うわ、めんどくせえから、あれした方がいいな。押した方がいいな。洋菓子だとさ、結構いろんな付加価値をつけやすいから、
結構そのなんだろう、別にそれがアコギだとかそういうことじゃなくて、いろいろできるじゃん。まあホールに、単純にまあデカさで言えばさ、ホールにしたりとか、まあ季節の果物を使ったりだとか、いろんなことを結構アレンジできて、付加価値をいろいろつけることができるんだけど、和菓子ってね、結局のところ饅頭って饅頭しか出てこないっていうか、レベルの高い饅頭が、あ、ここにもあった。がまあ出てはくるんだけどさ、その辺すげえ難しいなと思うよね。まだあんのこれ。もういって。どこだよ。はあ、うざい。もうめんどくせえな。何が面白いんだよこれ、探し回るの。文句ばっかり言ってんなしかし困ったもんだ。いやー、なんかだから今のところなんか俺のこのゲームの感想を聞かれたら、まあ大味って答える。ほんと。そうとしか言いようがない。あれもそうか。さすがに終わってくれ、もうこれで。よし、わかったって。あのメッセージ出てる間アイテムが使えないっていう大味だね。まんじゅうとかな、めっちゃ巨大なまんじゅうとか出されても困っちゃうだろうしな。難しいよね。わざわざそれを切って分ける意味がないからな。ケーキとかだったらなんかくっつけると楽しそうに見えるけど、まんじゅうがさ、まんじゅうワンホール出されても困っちゃうもんな。それ切って食うんですかっていう。お菓子とかもなんかね、まあいちご大福とかっていうものはあるけど、他の大福がないもんな。だからなんかね、美味しいんだけど、すごい、ものすごい儲けを出そうと思うと、まあ、どら焼きとかか。どら焼きもまあ、どら焼きだからな。いや、難しいわ。和菓子について。和菓子っていいんだけどね。だいたい、筋トレしてる人だったら和菓子食べる。洋菓子はまず食わない。好きだけど食べないっていう感じじゃないか。だいたい洋菓子食ってんじゃない？ああ、じゃあ和菓子食ってんじゃねえかな。俺もそうだけど。当たらん。当たんねえんだけど。探すのがめんどくせえだけのやつじゃねえか、これ。あ
アーモンド効果美味しいよね。どうでもいいけど、アーモンド効果めっちゃ美味しいんだよな。すごい お気に入りの飲み物だよ、ここのところ。え、なんもないんだけど。これで先に進めるんじゃないの？違う、ちゃうんかい。当てが外れたわ。じゃあ上から行くのかな。わかんねえな、俺のワップの繋がりはよくわからんわ。とりあえずでもここはなんでこんな広いの。そんなに死闘にならねえだろ。そんなに死闘にもならねえし、こんな遠くにさ、逃げ回ることないでしょ。どっかさすがに行けるとこないのこれ。こんだけさ、こんだけ無駄にフィールド広くしてさ、何もないなんてことある？作った人かわいそうだろ、これ。これで何もなかったら。何もなさそうだな。マジか。配信やってんだから静かにしてくんねえかな。これなんかで訴えられねえかな。配信やってんのにさ、なんか邪魔してくるんですけど。ああ、ほらほら、いけるね。さすがにそうだよね。さすがにそうっすよね。あれ？まずはよくやった。これ入り口じゃねえの？あ、違うか。入り口だろ、単純。違うの？ぐるっと回って入り口に来ただけじゃないの？これそうだよな。じゃあマジで何もねえんだろ。せやろ。当てが外れたわ。マジで何もねえ。馬を呼び出せるようになっただけだ。呼び出せる馬が増えただけだ。ヘッドホンしててもうるせえなって思うから、ヘッドホン取ったらもっとうるせえだろうし、なんていうか、この録画にはもっとうるせえ声で入ってんだろうなと思うよ。これ実際どうなんだろうな。配信業をさ、なりわいとしてる人とかがさ、もう選挙の音とかが入った時に何を言うんだろう、何を思うんだろう。なんもねえな、マジで。そんなことはいいんだけど。下かな？下になんか行けるとこあった？そんなじゃねえよな、でも。どうやって来たんだっけ俺ここまで。っていうか、それを覚えてないわ。どうやって来たの俺ここに。
から来たのか、俺は。こっから来たのか。そういうことか。どういうことだ。こっから来たのか。多分。わからんけど。もう一回行かないとダメだな、これ。ここがあれでしょ。だから、こっちだ。もう一回ちょっと降りてみよう。もうちょっとちゃんと見よう。違うな、どこあん、ここどこもうわかんねえよ、これ。わからん。うまぎも、ここはもうあれでしょ、さっきのとこだもん。じゃあやっぱあそこかな。ここになんかあんのかな。こっちはもうあれだもんな、終わりだもんな。なんかいけそうなんだけどな。いけそうでいけないな。もう攻略見ていいかも。ええやろ別に。だって2周も3周も多分しないからさ、ここでやらないと多分一生やらないと思うんだよ。 YouTube で見て終わりだよ、下手したら。この操作性の馬でこれをやらせないでくれ。スーパーマリオをやらせないでくれ。なんかいるんだよね、あそこに。っていうことは向こうに行けると思うんだけどね。エオニア沼。なんかあんのかな、この辺に。たようで当たってない。ってことはかなり遠いな、あれ。全然届いてない。じゃあこっちからはいけないのかね。よくわからん。よくわからんから攻略見るかもしんない。これは面倒いから。攻略見たときは見たって言う。面倒いから見たわって言う。さすがになんかそれをしれっとおっ、これ、こうですかみたいなのは、ちょっと白々しすぎる。そんな白濃いこと俺できない。笑っちゃうよ、多分自分で。
まあとりあえず地下かな、オートの。オートの地下に行っていろいろやってみようかなっていう感じだね。その上に生えてるって。どこだっけ？そこかな？多分そこだよね。あれ？違うか。あ、いや違うかな。なんかめ、ああ、合ってる合ってる合ってる。よしよし。体力30過ぎてから急に伸びた。30過ぎたからなのか大ルーンの恩恵なのかなんか知らんけど、でも大ルーンの恩恵俺受けてないよね今。あれを使わないとダメなんでしょ。いきなり俺の方を向いてくるからな。こいつめちゃめちゃ硬いな。あークラゲ。暗い。いやめちゃんこ硬いぞこいつ。
受けダメだな。もう一生反撃できないな、これ縦受けしてたら。100% 当たってんじゃん、今のところ。さすがに毒になりそうもないな。まあいけそうだけどね。一応やってみるか。でも毒になるんだったらそれに越したことはない。ただやっぱり毒にはなりそうもないな。なんとなくだけど。だってそんなに言うほどガード力高くないな。湿地盾と湿地騎士だって、なんだっけの盾とあんまり変わんねえな。大盾なんだけどね、一応。それやめて、マジで。毒になんねえやつはマジで強敵だな。対物の方が効くんじゃないの、実は。そんな話ない。敵の耐久力がきついな。あとは毒だとか
毒がダメなら出血とかになるんだろうけど、出血もな、出血なんて絶対効かないだろ。だってこいつ自体が出血使ってきてんだもん。あ、忘れてた。ダメだやっぱダメだ。これは参ったな。もうこれだけだな、ほんと。攻撃のテンポがそこまで分かりづらくないから。ディレイの攻撃さえなんとか避けられれば、結構勝てそう。これは盾で必ず防いでとか、そういうの全部決めれば。宝箱あるな。その宝箱の中からストームルーラーとか出てくるんじゃない？あれだけだな、ほんと。あれのディレイの攻撃だけなんかしないとダメだ。なぜかあれの時ローリングしちゃうんだよな。あれこそ盾で受けちゃえばいいんだよ。でもなんか盾っていうか持久力がない、ちょうどなくなった頃にあれやってくるんだよな。だから避けるしかないというかさ。難しいよね。黄金樹の紋章。最初が一番うまくいくパターンだ。アーモンド効果がぬるくなっちまう。ほろ苦キャラメル味、これ美味しいんだよね。黄金樹の道を。これだ。 HP、スタミナ、最大上、おお、すごいのが来た。やったぜ。あれじゃん、なんだっけ、超愛とカオじゃん。こいつはなんとかしたいな。
リレーの時の前動作がよくわかんねえな。体力が結構きつくなってきたな。全然回復。どんな範囲してんの？めっちゃ遊ばれてんな。クラゲ、クラゲあんま動かないからな。あの止まってくる。あの溶岩とか発生させる系の攻撃にすごく弱いよね。あいつ動かねえからさ、その場で焼かれるだけだもんな。全然今回機能してねえもん。他のやつを呼ぶか。お主にお金です。呼んでみるか。わあ、FP が足りねえ。FP が足りなくて呼べない。しょぼいのしか呼べない。クラゲが一番マシなのではっていうレベルで呼べねえな。動く、こいつ動くぞ。おい、死んだぞ。まあそんなもんだよ。全然ダメだな。クラゲがある程度タゲ取ってくれてっから戦えてっけど、もうそれがなかったら全然もう勝負にもなってないな。